はい、皆さんこんにちは、ワナリグルフィッシュです。では今回は新ギレンで呼ぼうベリーハードチャレンジシャーソル水平続きをプレイしていきたいと思います。前回アクシズ落とし作戦無事に成功させてます。でアクシズを防衛していたシャーたちはですね、スイートウォーターへ帰還してますので、このスイートウォーターからですね、キュベレー隊とともにまずはソロモンの攻略を行っていきたいと思います。ソロモンかなり敵部隊が多くてですね、これ、破壊して回るにはやっぱりシャーのね、ナイチンゲールあるいはクシャトリア、ここにはマリーダが乗ってますけども、これらによるやっぱりね、マップ攻撃っていうのがすごく重要になってくると思いますので、早速、出撃をさせていきたいと思います。これより宇宙侵攻作戦を開始する。艦隊の出撃準備整っております。了解だ。全艦隊連邦軍宇宙基地へ向け進軍を開始せよ。目指すは地球圏の掌握だ。アクシズによる地球寒冷化は果たせなかった。だが地球圏が受けた衝撃は計り知れず、連邦軍艦隊は混乱に陥る。シャアはこの機を逃さず連邦軍の宇宙拠点へ向け自らの艦隊を発進させた。ネオジオンと地球連邦軍の全面戦争の口火が今切って落とされようとしていた。はい、では宇宙侵攻作戦開始します。ソロモンに向けてまずはね、主力部隊発進していきましょう。ここはシャアのナイチンゲール、マリーダのクシャトリア、それにキュベレーチームいるので、間違いなくね、ソロモンまでたどり着けるかなとは思います。ギューネイも頑張ってくれてますね。レズもギラドーガ部隊を率いています。で、地球上空上はですね、ちょっともったいない使い方になってるんですけども、機動力が高いというのを生かしてウルフロンタルのシナジュ、それと敵部隊が大量に打ち上げられてきた場合に備えてイリアド、サザビ、この2機にロベルトとアポリーをつけて地球上空の敵部隊打ち上がってきたものを撃破していくという任務に当たってもらっています。で、グリフス2方面に向けてはですね、アルパージル、これを出撃させていきたいと思ってます。報告します。我々のもとに志願兵クエスエアが合流してきました。お、クエスが入りましたね。兵としての自覚が一時的にはヤクト動画に持ってもらいたいと思います。作戦部で保護を観察いたします。で、アルパージールはこのままシャリアブルに任せましょう。ニュータイプの少女か、興味深いな。この無言のナナイというのがいいですね。またね、ではナイチンゲールを使って固いソロモンの壁をこじ開けていきたいと思います。攻撃を使えば一気にね、殲滅できるんじゃないかなと思うんで、ここは躊躇することなく攻撃を使って一気にこじ開けます。こじ開けましたね。もう 2,3 発ナイチンゲールの砲撃入れればソロモンの外壁に取り付いている侵入を拒む敵部隊は一掃できるかなと思いますね。で、アルパージールは先ほどお話した通りグリプスに先行で、マリーダとクシャトリア、これはサイド3へ先行させたいと思います。では分厚い壁こじ開けましたので部隊先行させます。ある程度勢い持ってガッと入っていった方がいいと思いますので、部隊数がまちまちになってしまったとしてももう侵入を果たしていきます。レールーラも入れちゃいましょう。で、周りにいる敵部隊ですね、これも一応相当するために一定数の部隊だけ残しておきます。
では、ソロモンに入ります。できれば1ターンで攻略したいですけど、まあ、敵部隊も多いので、まあ、2ターン確保しましょう。で、その間に、しっかりと、グリプス2とサイド3方面にも部隊を進めていければいいかなというところですね。まあ、基地中心部までたどり着ければナイチンゲールの攻撃で一気に敵殲滅できると思うので、まずそこまでですね。さあ敵ですが、ここにダブルゼータ見えますね。誰乗ってるのかな。砲撃食らうのは嫌なので、やっぱりここはシャアを先行させましょう。今年ももう早いもので、もう残り数日を残すだけになりましたけどね。来年ももちろんこの、ゲームはね、続けていきたいなと思うんですけど、まあ、子供がね、ちょっと生まれる予定というのもあって、毎日更新を来年も続けられるかっていうとね、ちょっともしかしたら、難しいところも出てくるかもしれないんですけど、まあ、できるだけね、変わらないペース、まあ、少なくても、週に何回かね、更新できるように、ゲームはね、まあ、ライフワークの一つでもあるので、やっていきたいなというふうに思ってます。まあ、なので、ちょっとやるゲームはね、やっぱり多少選別していく必要はあるかなと思うんですけど、まあ、来年発売される新しいゲームで、これはどうしてもやりたいよっていうのは、今のところ、信長の野望申請ぐらいしかないので、まあ、引き続きですね、こちらのギレンの野望シリーズ、あるいはハーツオブアイアン4、提督の決断シリーズ、このあたりを中心に来年もね、ゲームやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さん応援していただければなと思います。で、あとはこんなゲームやってくれみたいなね、ご要望もあれば、必ずお答えできるわけではないと思うんですけども、嬉しいなと思うので、お寄せいただけたらと思います。さあ、シャアの方ですが、中心部に取り付けそうですね。ここは一番効率が良さそうな、ここに一発打ち込みましょう。で、モビルスーツ隊展開しましょうか。敵がね、打ち漏らしが出てくると思うので、まあ、そこでムサカが沈められると、まあ、少なからず地球侵攻作戦に影響が出てきてしまうという側面もあるので、まあ、ここはですね、まあ、無理はしないというところですね。これで一気に敵を削りましたね。ダブルゼータは撃墜できませんでしたので、誰かが乗ってると思っても良さそうです。誰乗ってるのかな？ちょっとダブルゼータ、このコアファイターモードになってる時に沈めたかったんですが、生き残りましたね。では制圧しちゃいましょう。コンペイト、まあ、つまりソロモンの基地中心部制圧を完了してます。あと敵部隊相当して終わりにしていきましょう。これで残っているのがグリプス2とサイド3になりましたね。報告します。支持率向上の影響で将兵の戦意が向上しています。ではそれぞれの拠点の状況を確認しましょう。まずサイド3ですが、こちらにはマリーダ先行させてます。まあ、砲撃をうまく駆使しながら、敵の数を効率よく減らしていきましょう。増援もしっかり出します。もうちょっとマリーダで敵の殲滅量増えてきたらですね、一気に侵入していきたいと思います。続いてグリプスですね。こちらもですね、シャリアブルが先行してます。後続の部隊も投入予定なので、ルナ2から部隊発進させていきたいと思います。では今回は、ソロモンの攻略完了したので、ここまでにさせていただいて、次回はですね、
一気にグループ2とサイド3両方の攻略を行っていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきます。